皆さんも昨日、ちょっとネガティブな話題なんですけど、最近あの飲んだえ飲み物で、まあ、コカ・コーラの,あのクラフトマンえカフェオレなんかゼロ、砂糖ゼロみたいなやつ飲んだんですよね。まあ,あの、サムネで貼,貼りますけど、あれを、まあ、最近新発売されたもので飲んだんですけど、めちゃくちゃまずかったっすね。俺一口飲んでまずすぎて捨てました。そんぐらいまずかった。 え、コカ・コーラがこんなミスすんのみたいなくらいまずくてびっくりしました。なんかね、薬の味がする。本当にまずかった。あの、ちなみになんだけど、コスタってやつあるじゃん。あの、あの、エンジン色のやつ。あれはね、まあまあ美味しいんだよね。まあまあ美味しいし、あの、普通のクラフトマンジョージアのやつ。あれも美味しいよね、カフェオレのやつ。だから、 コカ・コーラの出した最近のカフェオレって美味しいから今回のゼロも絶対美味しいのかなと思って買ったらめちゃくちゃまずい。びっくりするぐらいまずい。あれ、もう,もう薬の味がしてやばいな、ね、あれ。だからあんなもん作るんだったら普通に砂糖入れてさ、まあ、あのカロリー高くても美味しいもん出すや。なんであんなミスするんだろうって思うぐらい本当にまずかった。びっくりすんね。うん。やっぱああいうね、あの、砂糖なしにしてその代わりにさ、 なんかそれっぽい演出っつうかさ違うなんか調味料でリ,なんかリカバリーするっつうのは良くないよねあれも良くないっていうねあの普通のミニラルォーターみたいに透明なんだけど桃の味がするとかオレンジの味がするとかリンゴの味がするとかあれもすごい体に悪いらしいですね本当にあれまずいから顔にやめた方がいいと思いますあの綾鷹のカフェオレはまあまあ美味しいよね甘いけど前も言ったけどあれより でもね、ターリーズの、あの、抹茶、カフェオレのが美味しい。綾鷹のカフェオレって、まあ王道で、まあ結構愛されてるかもしれないけど、ターリーズ、後から作ったんだけど、ターリーズの抹茶オレは、あれは美味しいですね。もうちょっと大人にした感じかな。まあ、あ,のあやたか甘いじゃん、あの、カフェオレ。まあ、しょうがないよね。まあ、美味しいもんは甘くなるっていうことで。あと、ちょっと話変わるけど、松のやってあるじゃないですか。俺、松の屋でさっきさ、 あの、丼食ったんだよね。なんかカツ丼みたいなやつ。で、食ってる最中は美味しかったの。で、ちなみに松菜は3回目ぐらいかな。人生で。で、美味しくて、まあ出たらずっと胃がもたれて、あれ油っこいね、松菜もう二度と入んないって決めました。食ってる最中は良かったんだけど、後があれもたれる、すごい。なんかずっと残ってる感じ。で、点やってさ、それ考えると、あの、クオリティ高いなって思うんですよね。点やってさ、まあ、 当たり前のようにったら天ぷらで脂っこいもんじゃんでも食った後さ全然残んないじゃんだから天矢ってあれなんだよねロイヤルホストの会社でやってるんだよねロイヤルホストと天矢って同じ会社ですごいなんか質に重視したものなんだよねだから天矢の脂も超綺麗だと思うのでいい衣を使ってると思うのロイフォもそうじゃんファミレスでナンバーワンって言うじゃないですかだから天矢は 持たれななないいいけど、松松野屋って松屋なんてんんん俺絶対入んないの、うん、あのうあまずいから、恋しねでも松村だったらね、まあ、まだいいかなと思って、そのワンランク上だから。でもやっぱね、すげえ持たれた。これデートの前とかだったらやばかったよ、本当に。あの、パフォーマンス先できなかったからね。女性と会う前にさ、ちょっと腹減ったから松村でカツ丼食って、あったってなったらさ、<laughs> ずっとここにさ、なんか、持たれてる感じが気になっちゃってさ。 でも良かったよ。あの、今日は別に何もなかったんで、もう二度と松菜食いません。あと、コカ・コーラのさ、ジョージアゼロのカフェオレあれも絶対まずいから、あの、飲みません。ってお話ですね。やっぱね、紙パックのね、あの、グリコのさ、カフェオレとか、あれがブランディーなって思うんだよね。110円くらいだし。昔はあれ背中にさ、ストローついていたけど、なぜかもう背中につストローつかなくなったんでね。グリコの500のやつ。 カニパックのやつってな感じで、も、ま、う、あ、お話は終わりです。どうもありがとうございました。